闘技場？何それ美味しいの？美味しくスタミナ吸い取られるところだよ。さあ、この天才パズドラー霊夢が今回は闘技場を完全攻略しちゃうからね。いざ、闘技場へ。まだ闘技場出てもないんですけど。お前は一体何がしたかったんだ？さあ、というわけで今回は聖獣たちの楽園に挑んでいきましょうか。もう闘技場は忘れたんだな。そして今回はなんとなくベルダンディが入ってるよ。理由は特にありません。攻略サイトを見た感じ、すごい先生もバインドもないっぽい感じだったので、楽ちん至上主義の私は陣に頼っていきますのです。それでよく天才パズドラーって言えたな。まあまあ言葉のあやってことで、最近そのフレーズ言えばどうにでもなると思ってるだろ。さて、最初の二次番さんを撃破。続いてここでメイメイちゃん。スキル封印も先生ダメージも来ません。まあぶっちゃけた話、このダンジョン、あんまり強くないです。だから今回はスリリングなバトルは期待できないかもです。でも、そこをあえて動画にしてしまう。圧倒的力の差でねじ伏せるの楽しいですからね。性格悪いなおい。さて、これでメイメイちゃんも撃破できそうですね。はい、つななコンボできる番なんじゃないけどな。いやいや、私はダンジョンのレベルに合わせてあえて、コンボを調整してるんです。そう、私は、あえて、コンボを調整してるんです。本当は毎回10コンボくらい余裕なんですがね。それやったらヨウツベのパズドラ実況会のバランスが崩壊しちゃうでしょ。というわけで私は、あえて、パズルを調整してるんですよ。もう言い訳のレベルが中2だよな。さて、ここも決めていきますよ。あ、ここでちょっとハードルを下げておきましょうか。今日ね、私、手当ての日なんですよ。だからなんなんだよ。なのでね、私の中に眠る悪魔の力が弱まるんですよ。この悪魔の力って設定いつできたんだか。で、なんで手汗だと悪魔の力が弱まるんだよ。塩ですから。いきなりワンピネタ入れても気づけねえよ。というのは冗談で、手汗かきはパズドラの調子がいい時と悪い時の差が激しいんですよ。ここでいきなり手汗あるある。また急に変なコーナーが始まってしまった。手汗あるあるその1、握手するとき気持ち悪がられる。まんまウプ主のことじゃねえか。手汗あるあるその2、プリントが大体シワシワになる。これもウプ主のことじゃねえか。手汗あるあるその3、汗でスマホの感度が悪い。ちょうどでもいいんだが。でもウプ主はそれを iPhone5 の OS のしょぼさのせいにしています。まだまだ行くよ。手汗あるあるその4、キーボードが大体湿ってる。もはや気持ち悪いんだが。ゆっくり実況って基本的に言葉はキーボードで入力するんですよね。ということはですよ、スカリナの動画はすべて手汗で湿ったキーボードから作り出されてるんですね。手汗でベタベタの動画とか気持ち悪い。まだまだ行くよ。手汗あるあるその5、まだ続けるんだな。もはや切って貼るとき何もいらない。これって一応調書なのか。わからない。でもウプ主はコンビニで切手を買って、その後あの湿ったスポンジを渡されたとき、あ、僕そういうのなくてもできるんで、ってドヤ顔で言ってるみたいだよ。別にかっこよくもなんともないんだけどな。まだまだ続く。手汗あるあるその6、ライブのチケットがシワシワになるから、チケットもぎりの流れが自分のところでストップする。何それ、バイトの人かわいそうなんだけど。手汗あるあるその7、シャーペンのクリップ部分、金属製だとよく錆びる。知らねえよそんなこと。だからウプ主のシャーペンは基本的に、クリップがプラスチック素材のクルトガなんですよね。多分シャーペン業界の人はあんまり気づいてないかもしれないけど、手汗の人って変なポイントで購入を決定してます。なので、手汗用シャーペンとか販売すれば売れること間違いなしですよ。何のアドバイスなんだよ。さて、いつの間にやらボスの破顔ですね。ほとんど手汗の話してただけだったけどな。ここはオシリスとビシュムを発動。ここ、順番はオシリスからなのが天才ポイントです。そんなのみんな知ってると思うがな。さて、こんな感じでいけるかな。はい、天才ですね。7コンボすら発動してなかったけどな。でも知ってた。これで闘技場を攻略じゃー。やっと闘技場が登場するだけなんだけどな。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、ヒカリナの新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、ヒカリナの他の動画で会いましょう。しただけ。